はい、ついに2009年9月3日プレイステーション3がフルモデルチェンジですね。型番も CECH2000A となって、なんとお値段3万円切りですね。やっぱこうなってくるといよいよ普及するのろしが上がるのかなと思いますが、残念ながら自分この型持ってませんので、次の年に発売されたこの 2500A でちょっと見ていきたいなと思いますけども、これ2010年7月29日ですね。これも3万円切りです。初代プレステの筐体と比べていますけども、やっぱり小さいというか細くなってるのかなと思いますね。設置面積的には一回りか二回り小さいぐらいなんですが、やっぱり薄いかなと思います。ソニーのロゴはプリントっていうのかな、塗装みたいですけども、ここがブルーレイドライブのとこですが、スロットローディングのままですね。電源ボタンとイジェクトボタンがプッシュ式に変わってます。タッチセンサーではなくなっていますね。ここにいくつかロゴが出てますが、ちょっと焦点合わせられますかね。こんな感じで対応するメディアや機能が印刷されてます。USB は2機ですね。2機搭載です。それではちょっと側面見ていきますが、側面はちょっとツルテカですね。マットな感じではなくて、ちょっと反射いたします。裏側、各種接続端子というのかな、ありますけども、電源ケーブルがメガネ型に変わってますね。その他は大きな変更点はなさそうですね。ちょっと上の天板っていうのかな、なんていうのかな見ていきますが、 PS3 のロゴがあります。左側の側面もツルテカですね。ちなみに縦置きにもできますが、スタンドが、縦置きスタンドが必要なような感じがします。2100番ともにチャコールブラックのみでしたけども、このね、2500からクラシックホワイトとサテンシルバーが追加。ちなみに今回のこの2500番台には B タイプが出てて、これは 320GB のハードディスクを積んでいます。プレステ3って全部で3種類の形がありますけども、重さがこれ 3.2kg ぐらいに下がりました。しかしまあブルーレイディスクはスロットローディングですし、まあちょうどいいバランスの機種かなと思います。先ほどの 2500A という型番から約9ヶ月後、ついにね、型番が上がるのかな、 3000B と3000番に上がりました。2011年6月19日ですね。パッと見ていきますと、ソニーのロゴがプラスチックに彫り込まれています。 PS のロゴもどうでしょうかね、印刷になってるのかな。この辺の電源ボタン、イジェクトボタンはちゃんとボタン式になってます。タッチセンサーではありませんが、実は隠れたところでコストダウンが図られています。でもうちょっと見ていくと、この USB も2機のまま、ここのね、 PS のロゴね、縦置きにしても当然向き変えることができません。先ほどのホワイトと違うのは、この PS3 のロゴのところにちゃんと、なんでしょう、シルバーのものが埋め込まれていますね。なので目立ちます、 PS3 が。まあこのカラーリング、ちょっと個人的には好きな方なので大事にはしてますが、先ほどツルツルだったこの側面も、あのマットな仕上がりになってますね。ちょっとやっぱその辺はコストダウンなんでしょうか。後ろ側ですね。排気口はブラックですね。その他端子とかは位置も含めて変わっていないようですね。そうですね、同じですね。ちょっと比べてみましょうか、あのホワイトと。まあちょっと乗せてみましたけども、位置ともに変わっていなそうです。同じ筐体ながら型番が2000番から3000番に跳ね上がったのは何かなとちょっと不思議だったんですが、一つ変更点はブルーレイディスクソフトの再生がですね、あの D 端子経由だと 480i に固定されちゃっているようですね。まあソニーのせいというよりは AACS という団体がそういうふうにルールを改定したと
言ったところだと思うんですけども、まあ単純にコピー対策だと思いますけどね、ちょっと3台を並べてみましたけども、まあ初代がやたらにでかいんですが、今回フルモデルチェンジしたこの2500と3000、非常にまとまってるマシンかなと思います。では早速電源をオンにしたいんですが、これオンにすると2000番台は電源ボタン、イジェクトボタンともに光るんですね。ところが3000番台以降は光りません。電源入ってますけども、個人的には残念。この辺はコストダウンなのかなと思いますね。でメニューを見ていきますが、今回からちょっと HDMI 経由でフル HD で表示させてますけども、やっぱりフル HD で表示させると綺麗ですね。背景のモヤモヤっとしたやつのこのなんて言うんでしょう、光のパークティクルでしたっけ、パーティクルが綺麗に見えます。せっかくなんでちょっとソフトもなんか一つやりたいんですが、これでいきますか。 R タイプですね。 R タイプ PC エンジン版は結構狂ったようにやった記憶がありますが、それを現代風に蘇らせたというのかな。ちなみにスイッチでも今度出るようなことが書いてあったような気がしますので、なんかお値段次第ではダウンロードしてしまいそうな気がします。やっぱシューティングはね、こうサクッと始めてサクッと終われるのが個人的には好きで、まあ雑談はその辺にして、一つこのね 3000B の後数週間後になんと 3000A がすぐ発売しました。お値段はなんと 25,000 円台についに突入ですね。この時代になるとプレステ2時代みたいな戦略的な値下げとかいう、うまくいけた時代のあのソニーに戻ってきたなぁといった感じがいたします。でまあ過去6年間の売り上げというんですかね、販売台数を見ていきますが、やっぱり圧倒的にねマイナーチェンジした2009年を境に一気にプレステ3時代の突入かなといった感じはします。あとはまあ Wii がねちょっと飽きられて失速しちゃったかなという時期もありますし、ちょうどね政府のエコポイントなんかもあって地デジ化の移行2011年に始まりましたけども、皆さんテレビがみんな何て言うんでしょう、 HD 化しましたよね。その影響も非常に大きかったのかなと思います。ではまた。